ウィンプル16世紀のウィンプルウィンプルは12世紀から13世紀頃の中世ヨーロッパで着用され始めた女性用ズキンである。白やサフラン色の四角い布で筒形に丸めて髪にピン留めし頭から首や顎を覆う。帽子のように唾をつけたりしたコルネットという改造も行われた。キリスト教文化圏では 既婚女性が髪を出すのが、はしたないこととされ身につけられた。しかし、近代以降の一般人はガーゼを身につけるようになり、やがて髪を隠さなくなった。そのため、宗教上の理由により頭にこむる必要があった、修道女の伝統的な制服としてしか見られなくなった。新約聖書のコリンとの信徒への手紙1に、女性は頭を覆うべきであるという記述がある。11、5、 祈りをしたり予言をしたりするとき、頭に大意をかけない女は、その頭を恥ずかしめるものである。それは、髪を剃ったのと全く同じだからである。11、6、もし女が大意をかけないなら、髪を切ってしまうがよい。髪を切ったり剃ったりするのが、女にとって恥ずべきことであるなら、大意をかけるべきである。11時10分、それだから、女は、頭に、 権威の印を被るべきである。それは天使たちのためでもある。旧約聖書イザヤ書を翻訳した。禁帝約聖書には3.222ウィンプルとあるが、ヘブライ語の原文ではカーチフの意である。ありがとうございます。